さあ青葉区の宮町にやってまいりました。今日お邪魔するのはこちらです。布団の菅野さんなんですが、かなり歴史があるというお店なんですね。いろいろお話聞いてみたいんですが、お邪魔します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。布団屋さんというのは実は初めてお邪魔しまして、はい、でも布団屋さんは布団もありますし、はい、あとまあベッドがあって、はい、でこの商品のラインナップとして、あと枕とか寝ることに関しては全てということなんですか。はい、睡眠に関わるものは全て、はい、創業も長いんですよね。明治10年に創業しましたので。はあ、今何代目でいらっしゃるんですか。今4代目になります。いろいろとあの私も眠りに関して悩みを聞いてほしいことがありますので、はい、教えていただければと思います。はいはい、ということで今日は寝具店の裏側にゲーカスコープ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今何してたか分かりますか。分かります。さあ今回お邪魔したのは宮町通りにあるこちらのお店です。創業は明治10年という老舗。もともとは綿屋さんで原料になる綿を仕入れ、布団綿などに加工して売っていたそうです。時代の流れとともに寝具の販売に移り変わり、寝具店としては仙台でも長い歴史を持つお店になっています。あの布団っていうのは流行りとかそのあるんですか、流れというのは。もう30年以上前からかけるお布団は羽毛布団というふうにシフトしてきてます。はい、その羽毛によってもいろいろこう種類ってあるものなんですか。羽毛も非常に種類があります。はい、ダック、グース、マザーグースというふうに、はい、あの鳥の種類もいろいろありますし、飼育年数、採取の方法、はい、さらに精製するんですが、洗浄、除塵、それからあの分別ですね。はいはい、最高級なのは手選別という、はい、手で羽毛をよりすぐるという羽毛もあります。そうですね。はい、羽毛にもたくさん種類があり、品質に直結する作業もあるそうで、羽毛の世界は奥が深い。希少価値の高いアイダーという羽毛のサンプルを触らせていただきました。これが一番あのクオリティの高い、一番、うん、素晴らしいものです。はい、この良さをはい、分かっていただくのは手に持っていただくのが一番分かりやすいんです。そうですか、すいません。はいはい、すいません。それをね、重さは感じないと思うんですよ。いやいや本当に軽いで、ずっとお持ちになっていていただくと手の中どうでしょうかね。なんかじわじわこうあったかくなってますね。あったかくなってますね。で、これをこうちょっと取ります。お、はい、全然違う。全然違うんですよ。これ一番暖かくなるスピードが速いんです。へえ、はい、しかもめちゃくちゃ軽いです。軽いです。なるほど、持ってる感覚ないです。ちょっと、ね、取るね一回、はい、あ、寒い寒い暖かい、めっちゃ暖かいよね。これ超高級品で希少価値も高く、お値段にすると車1台買えるほどというアイダーダウンのお布団も、まあ、一度それを味わうと手放せなくなる方がいて、年に数枚は売れるそうです。寝具店 の、まあ、あのお仕事っていうのはどういった、かける布団にしても敷く布団にしても新しいお布団をお届けするっていうのは当然あります。はい、ただお使いいただければやがてそれも傷んだり汚れたりとしてきます。例えば羽毛布団の場合は、最初のお手入れっていうのはお洗濯、はい、それからこういう生地が傷んで羽毛が出てきちゃったとか、はいはい、っていう場合にはあの押し立て直しリフォームということも承ってます。はい、一番多いのは羽毛布団ってこう皆さんこう手で掴みますよね。はいはい、羽毛が疲労してくるんですね。ね、はいはい、寝具店のお仕事として販売だけではなくメンテナンスの仕事も多いという菅野さん。お客さんからの相談で羽毛を取り出し状態を確かめ、布団ごとに診断書を作るそうです。疲労してしまった羽毛はリフォームするのか処分して買い替えるのかなど相談して決めるそうですから、まあ、まさに布団のお医者さんともいえる仕事ぶりです。
ちょっとだけ入れますからね、はい、そうするとこう、ね、こういうことですよ、はいはい、羽毛布団は襟元がやっぱりふっくらしてないと暖かさを感じないんですよ、ね、寒くなるんですね、はいはい、これこのちなみにこの機械は、はい、いつぐらいからあるんですか。昭和60年遠い昔のこれ私昭和60年ですから普及し始める頃ですね。かなり先駆けてやってるね、はい、ちなみに羽毛布団は大事に使っていても羽毛同士の摩擦などでほどけたり毛玉になってしまったりと疲労は避けられないそうです。布団として使えない状態になったものは場合によってはクッションとしてリメイクしたりもするそうで長く使い続けることができるものなんですね。こちらにいらっしゃるお客さんで最近だとどういったこう要件っていうのが多いんですか。いろんなことでご相談に見える方多いんですが、はい、どうも枕が気になって、どうも敷布団がいう方も多いです、ね、眠りの満足度が非常に低いとか、そういうのをどうやって改善したらという方が多いんですね。実は寝具店に来るお客さんで多いのが眠りの相談。オーダーメイドの枕やマットレスで睡眠環境の改善を願っている方は多いそうです。菅野さんのお店では体型を撮影して体の左右のバランスなどを入力して分析するそうで意外と人間はぴったり左右対称ではないので寝ていてもどこかにストレスがかかったりしているそうです。あまり柔らかすぎるものはちょっと体にはご負担が出ますよということが分かります、はい、こちら分析したデータから部分ごとに硬さが違うマットレスを敷くことで体にかかる圧力をうまく分散させて負荷を感じなくなるようにしてくれます。さてその寝心地は楽あ楽あ全然前カメラ使ってなかった、まあ、寝そう、はい、本当にこう本当楽なんで今柔らかすぎるマットレスだと肩や腰に負担がかかったり高すぎる枕だと首に負担がかかったりと寝具が原因のストレスはあるそうです。その人に合わせた睡眠環境を提案するのも寝具店の役割だと考えているそうです。睡眠は大事です。お一人お一人が自分だけの時間なんです。睡眠ってね、その時間をやっぱり良くすることで、元気な明日をこう作っていただきたいと思ってはおります。びっくり今日はへーが多かったね。なんか深いですね、まあ、皆さんどうですか。眠りの満足度っていうところですね。デリケートなんだね寝るっていうのは、ね、俺もいい子ではないな、うん、3分の1寝てんだからね。人生3分の1って言いますもんね、うん、いやいや羽毛のメンテナンス ね、神野さんとかこの羽毛に関してはかなりも先駆けてやってたんだね。そうですね、本当にその記事になるぐらいですね、この画期的なものをこう導入されて。これ俺もこれ触ってみたかったな。そうですね、これは本当にほんのふわふわですよ。本当に持ってる感覚すらもないぐらいなんですけど暖かさがじわーってくるっていうですね。これが今これが一番高い。一番高い、お布団かけてるようなもの、この間をですね、かけるだけでもう本当に軽く高いし、これも病みつきになるっていうお話なんですね。いい夢見られるよあでも朝出られなくなりそうということなんですけれども、まあ、布団のお洗濯とかリフォームとか、はい、羽毛の種類にもよりますが、はい、まあ、大体使用年数の目安というのがありますので、うん、まあ、相談してみるといいかもしれません、うん、まあ、本当に一人一人の体型に合わせて、寝具を提案するという、まあ、プロのこだわりもですね、ありますし、ね、まあ、普段の眠りに関して不満があるという方はぜひ、ね、行ってみるといいかもしれません。事前に予約をして、伺うと、まあ、スムーズだということです、はい、今日は眠り布団についてスコープしました、うん。